はい、生鮮食品館佐野屋からお伝えします。浜吉さん、よろしくお願いします。ではどんな野菜に先月の寒波の影響出ているか見ていきましょう。まずこちら、ほうれん草です、うん、はい、先週と比べてこうなりました。50円上がってますね。はい、ほうれん草はですね、先月の、寒波の影響で、高値となっております。これはですね、ほうれん草種まいてから収穫するまでに1ヶ月ほどかかるというのが理由なんですね。はい、ほうれん草の場合は先週はまだ寒波の影響出てなかったんですが、はい、今週になって値上がりということですが、はい、寒い時期のほうれん草は美味しいんですよね。はい、人間同様寒さで引き締まった瞬間にですね、うん、甘みと旨み凝縮されまして、とても美味しいので実はおすすめなんですね。なるほど。価格の方はこの先どうなりそうですか。はい、2月に入ってからは天候安定しておりますので、この後、上がりきったかな、下がっていくかなと思っております。はい、続いてレタスです。レタスの価格は先週と比べてこうなりました。こちらも50円上がっています。はい、レタスはですね、先月の寒波の影響というよりは、はい、毎年2月がですね、収穫量が減って品薄になって、うん、仕入れ価格が上がる傾向にあるんです。はい、寒い時期に高くなるのはいつも通りとすれば、はい、安くなるのはもうちょっと先ですかね。そうですね、3月あたりからは毎年お値段がお値打ちになってくる傾向があります。はい、最後はキャベツです。はい、キャベツの価格はこうなりました。うん、こちらは先週と変わりません。はい、キャベツはですね、時期ごとに季節ごとに、うん、品種が異なりまして、はい、今、こうちょっと用意させていただきましたが、はい、今寒生キャベツというものが出て、回っておりまして、寒さに強くてですね、収穫量、出荷量安定しておりますので、お値段も、お値打ちで安定しているということですね。はい、キャベツの場合寒波の影響で先週値上がりしてまして、そのまんまキープという状況ですね。はい、浜吉さん、ありがとうございました。ありがとうございます。大須価格調査隊でした。